アンジェラモンスターさん、ゆきかぜさん、ありがとうございます。おはようございます。なおくんさん、ありがとうございます。カーマイン、なんだそれは。おはよう。坪井祐介さん、キョンシーさん、ありがとうございます。おはよう。ももさん、ありがとうございます。すっきりしてる、すっきりしてますね。おはよう。目にかかる。いつも右側だけ長いんですよね、前髪。中野さん、天使の絵の具さん、ありがとう。くしゃみ出そう。恭平さん、ありがとう。天気いいっていうコメントと天気悪いっていうコメントがあるんやけど、要はどっちなんですか。15年ぶりに平日の朝来ました。うわぁ、めっちゃ久しぶりじゃん。ともるさん、ありがとうございます。日本列島縦に長いから、確かに。広いということ。そうね、奈良は曇り。今アプリで鼻の下とかも縮められるんでしょ、すごいよね。ダダダダムドさん、繰り返す日々にうんざりしてた。ジョサイモンさん、ありがとう。鼻の下陣中ってこと、こうなるってこと。ユキさん、ダダダダムドさん、ありがとうございます。おはよう。エリエリオ、いいよ。カモキチいる。なんで。ツーモさん、残卓さん、ありがとう。目の下とかいろいろ加工できちゃう。目の下、涙袋ってこと。ショールームもバチバチに加工できればいいのに。大関上島中津さん、ありがとう。もうなってる、将来。ブサイク。ハンドブクロ腫れてない。口が回らんわ今日も。最近涙袋でかいんですよね。こっちはなんかくっきりしてるのにさ、こっちはなんか垂れてる。実物見たら違うか。まあ確かに。マサさん、ありがとう。あまり寝てないとこうなります。大崎上島の和さん、ありがとうございます。寝起きファンが9割。そんなことないよ。全然治らない、筋肉痛。いつもよりすごい気もしやんこともない。今日目の下にクマありますもんね。そう、気づいた？すごい。
はよう。よくわからね。マセさん、アモズさん、ありがとう。今日短いつやん、ほんと？レスキュー体操14回が満足なきで筋肉痛が取れない。私も筋肉痛が取れません。怠っていたので、今まで。お顔のチェックしてる時の表情好き。わかんない。卵握り、へえ。卵握り好きなんですか？卵握り？卵寿司でしょ？いや、太もも痩せてないですって。外側の筋肉がついたってメールに書いたじゃん。卵なんて嫌いだ。待って、さっき卵握り好きって書いてなかった？どういうこと？朝だからですか？今日でスプラトゥーン5周年らしい。うそー、めでた。おはよう。私も遅れちゃった、ごめん。プリプリすると横に大きくなる。プリプリ、おはようございます。有吉さんで暗闇流れてるよね。いつもなんですか、あれ。いつも？いつもだったらめっちゃありがたいですね。いつもじゃなくても嬉しかったけど。卵と卵の違いは？確かに！卵はこの状態で、卵は割った状態ってことじゃない？涙袋自然赤いでしょ。自分赤いんですよね、涙袋が。涙袋が赤い人なんですよ。ほんとだ、今日ミミキュがいっぱい見える。正解？すごいじゃん、えらっ。卵は生、卵は調理。え、すごい。じゃあ怪我してないですよ。なぜ？お仕事いってらっしゃい。わーい、わーい。大喜利します？本当は卵の違い分かんないのに答え導き出す道、かっこいい。シャキーン。
が逆三角形でシュッとしてる。おだは生きてるよ。見て。丸。おめでとうございます。ありがとうございます。おはよう。なぜ大喜利？昨日の夜のショールームで出したんですよ。STU48 号でイベントを行ったら大盛況。それはどんなイベントですか？っていうお題が。昨日出たんですけど、覚えてないわ、見てなかったわ、でいっぱいですね。それでの後はないな。ハッシーさんありがとう。忘れてました。あはは。あは。あとはとはで言っちゃった。マグロの解体ショー、さきちゃん、さきちゃんがこにゃ。それは急に急にでやめて。うん、あはっ、みちが昼寝をつけてくれるイベント。朝からあなた寝てないな。朝っては教師さんありがとう。手の揃い目で大盛況。わーい。握手会を船でやるとき昨日言いましたね。今日の朝に返事を聞く、あのお題っていうか、その宿題だったんですけど、まあありがとうございます。いいですね、船でやるのも。で、難しそう、揺れるし。今日だけペットボトルの水100円イベント。100円でもうあれね、いけそう。本当はソース感って何。ゆきさん、きょうちゃんさんありがとう。夜いいの思いついてたんだけどな。ありゃりゃりゃ、マジスカ学園のリメイク版やりたい。マジスカ海賊団みたいな。あー、サンフレッチェの方言は難しそう。それは STU はいないけどヒゲダンさんがいるイベント。いや、それはヒゲダンさんの力ないんよ。船関係ない。ソース感は全く盛り上がらないこと。いや、盛り上がるやつを考えてほしい。盛り上がるってもう、うわすごいの盛り上がりじゃなくてもいいんですよ。もう、いや、やばいでしょこのイベントみたいなやつでもよかった。うんうん。大喜利だったからね。船がサウザンとサニー号になっていた。いいな。メリー号とか。サウザンとサニー号もいいね。セットリスト全曲。セットリスト全曲瀬戸内の恋声。それは芝居。いや、めっちゃいい曲ですけど。あ、なんか。なんて言って、他のアーティストさんはすんごいかっこいい曲とかで何連とかやってる方もいらっしゃいますけど、瀬戸内の声はね、もうあのいい曲すぎてそんな連発するもんじゃないんですよ。デッキでマリオカートいいじゃん。STU のデータの解体ショー、それはやばい。Tポイントがたまる。ああ、まあ時代にね乗っかってポイントはたまった方がいいですよね。わかる。船のさ
カフェもさ、ポイントつければいいのに。もう水だけでも、水10回、水10回、で水20回買ったらなんかとか。はじめまして、やほー。水20回買ったらメンバーが編んだミサンガがつい1本もらえますみたいな。そうそうそう、引き換えに。暗闇 C メロ防波堤でメンバー全員が船から海に飛び込む。やばい、怖い。そんな、でも結構水、なんか水求めてくださる方結構いらっしゃる気がするんですよね。水在庫余ったのか、いや分かんない、水の在庫余ってるも余ってないもないんじゃない、分からん。全然船のカフェ事情知らないけど、でもたまになんて言ったらいいの、外側にメンバーのメッセージが書いてあるやつとか多分あるんだと思う。水メンバーが書いてるの見たことあるもん。それが公にはあんまりなってないのかもしれないけど、どうなんだろう、それが展示されてるのか書いてるのかわかんないけど、書いてるのはあった気がする。のアイスの旗も、そうなんよ。藤書いて綺麗に突っ込んだ、そこもいいところよな。いや気づかないす、気づかないですって、それ怖い。あの、ね、大丈夫、あの気づかないレベルじゃないと思う。ラベルにもう書いてありますもん。持ち込み禁止だからみんな仕方なくないよ。いやそれは知っとるけど、でも水じゃなくてもいいじゃん、だっていっぱい種類はあるわけだから。でもその中でも水を買ってくださってる方結構いる気がする。 ST のあれだしね、パッケージラベルが。水買ったらプチ勇者になれるよね。しかもなんかお見送りで水こうやって持ってこうやってやってる方にメンバー、あ水買ってるってなるもん。そう、20本でミサンがもらえるなら水買い占める。じゃあもうちょっとあげよう。うん、でもスタンプカードしたい。20本水買ったら1本、20本目で1本ついてくる。どうですか。それはそこまではいらん。水はいらん。ああ確かに、水20本買ったらあのパッケージにサインが入ってる水が1本もらえる。これいいって。あれがよくない？コースターみたいな、コースターランダムコースターやりたいんですよね。私、ゆうくんさんありがとう。ねえ、タイに行った時にタイの48グループさんのランダムコースターがあって可愛かった。いいなって思った。あとはイコラブのカフェ、イコラブさんのカフェとか、そうそうそう、
カラビさんのカフェとかもランダムでコースター、ああいうなんかコラボのカフェって席に着いたらランダムでコースター出てくるじゃないですか。結構それいいね。ペットボトルをコースターに乗せるの想像して味わった公園当たらないと買えないランダムコースターはやべえ確かに。じゃあ STU のなんかツアーとかライブとかで毎回水売ればいいじゃん。その時にもさ、その時にもお水を変えてスタンプつけれて、それはもう公演の時とお合算もできるしみたいな、でついてくるの。いや、1期と2期は分けますし、1期の名前前半とかにしたらいいじゃん。1期名前前半と1期名前後半、2期の名前前、あ、2期はどうしようかな、どうしようね。2期の名前前半、1期の名前後半、ドラさんは1期の方で。こんなに水をライドにないと、いや水が一番いいんですよ体には。そう、体には水がいいんですあ毎月公園行かないと DD がコレクターにならん。いや、それはだってそれはもうみんないっぱい好きな子がいるその方が欲しいってなってるから、自己責任じゃないけど、そりゃね。でもその過程で一人の推しを当てたいって思って何回も何回も買って、ハムたちがハムたちがハムたちがってなるより、たくさん好きな子がいた方が、あ、この子かやった、あ、この子かやったがいっぱい続くから楽天的ではあるよね美味しい、その確かに炭酸は美味しい、わかる。私も炭酸飲みたくなる、まあ、水縛りはしてないんですけど最近。だから単押しにもいいところがあり、 DD さんにもいいところあるんですよ。そう、そうなんですよ。その日の公演メンバーでランダムにしたらどうだろう。めっちゃいいじゃん。でもそれツアー大変なことになるけど、まあそれでもいいよね。それツアーで16人じゃないツアーの時にすごい大変なことになるけど、それもそれでいいね。それいいじゃん、それ採用コンプリートセット販売してください。でも水20本で1個ついてくるだから、普段販売するものではないんですよ。だから水を箱買い、水を、じゃあだって普通だったら20本で1枚だから、公演分を、公演16人分全部その時にコンプするとして16枚になるってことは 20×16 は ?2612?720?720 本、嘘320本320本だからじゃあ300本320だから
ね、300本だったら20本分お得だから、あ、お得だってなるのかな。昨日クソくなってきたの。でどなたが言っておりましたっけ。あ、奈々さんだ。昨日臭くなってきたな。商売上手すぎ。本当？そんなに飲めません。人生かけて飲むんだよ。誰が300本持って帰れるか。いや、それは違う。それはあの普通にオンラインショップで300あの300本コースじゃないけど、300本箱で300本。 そしたら16人のコースターがついてくる。それ16人難しいね。ネット販売にしたら何の16人ってなるもんね。その何日公演メンバーって選べられればいいか。ちょっと考える。トラヌタヌキの川山屋が露骨すぎる。難しい言葉。トレードするのも楽しいんだよ。うん、それな。まあこれはやりませんけどね。鬼じゃない。だって本当はスタンプで、だって絶対もう20回来てくださってる方は多分いるじゃん。でその人が毎回もしも水を買ってたら、その船のスタンプで、船でもしスタンプカードができるとしたら、そのもし20回もう来てて、今すでにその時に毎回水を買ってくださってる方だったら、もし会った最初から会ったとしたら全部にスタンプが溜まって、そのスタンプカードがメンバーの誰かの写真のランダムコースターに変わるっていうだけのことだって、もうプラスでしかないことだったんですよ。元はといえばね。そう。じゃあ 10にしよう。10本にしよう。そうだから本当はそう、いい気持ちっていうか、そう、何かをね、プレゼントしたいっていう気持ちで言ったんだよ。スタンプにも期限ないの？期限ない。だって行きたくて行けるわけじゃない時もあるじゃないですか、船。10だとお得か。本当？そう、ミチと直接に関係ない商品を購入しないよ。いやでもコースターが購入あるもん。購入あるじゃないわ、関係あるもん。運営さんにメリットがあまり。そう？だって1本500円の水が今までより多く売れるかもしれないってことですよ。いや、水はいっぱい持っとっても本当に困らないから。ペットボトルに入ってたら持ち運びやすさもあるし、もう本当に素晴らしいですし、もしワンちゃん飼ってたりしたらペットボトルで水あげれるやつとかもあるし、なんかお料理するときにもさ、綺麗な水を使ってお料理もできるし、これから夏になるから家の前の道路にあの巻いて涼しくしてもいいし。そうだよ。そう、打ち水。うまい？そう、ませんけどね。
チャータムさん、デブニャンさん、ありがとう。もったいなさすぎる。それなそれなです。そう、水道代払わんでいいかもしれん、もしかしたら。コースターをやってほしい。本当？500円で涼しさを買うって思えば安くはないけどね。水をかわすライドのスキピ。水道止めてくれあんた。お風呂は湯船に水を入れて自分の納得するまで入れて、そこから使えばいけるし、熱くしたいって思えば、あの焼き石を水の中に入れるとあったかくなります。それはねテレビで見ました。でも温泉っぽくなって気持ちよさそうでしたよ。焼き石入れるの韓国料理っぽい。焼き石どこから調達？確かに。じゃあ石も売ろう。じゃあそんな石を欲してるなら瀬戸内の石も売るか。チャッタムさん、スランプくんさん、ポップアルバンさん、ありがとう。そんなに欲しいって言われたらちょっと。石はなんぼ、石いくら、石の相場がわからんもん。そこに穴が開く可能性があります。それはそうよね。でもね、あのなんていうの、夏にさ、あのプール作るじゃん、家の外に。そのビニールのビニールプール、それに穴が開いてなかったんですよ。石1個1000円とかかな、石1個3000円とか、高そう。焼き石用とかだったら結構高そう。もうちょっと高いか。推しカラーの石実践済みじゃない、テレビで見ました。ティモンディさんがやってた。今日からね、私の好きなゲームとコラボが始まるからといって予習して好きになっちゃったアニメのコラボが始まるんですよ。もうドキドキしすぎて、ワクワクしすぎて。ワクワクしすぎて枠組み条約って感じ。石でステーキを焼くとか。いや、それは皆さんが石をご購入された後に、まあ何でも使い道はありますね。デブニアさん、チャートムさん、ポッパールバンさん、ありがとう。お昼からねー、なーどんぐらいで出るかのモノクマ。ドキドキする。そう、弾丸論破。ワクワクしすぎて枠組み条約。それに
ここに直接触れてくれてる人一人しかいない。ピエンピエンって言っちゃった。うわん、江ノ島純子ちゃんです。誰の？ジェノサイダー。へえ。今村昨日はイチゴ狩りみたいなのに行ったみたいだね。今村呼び違うよ、昨日じゃないです。あれは番組の収録で行ったんですけど、私昨日っぽかった。それは語弊を生むような投稿をしちゃいましたな。マクマきついかな。みんなスルーしてて草、悲しい、悲しくなっちゃった。ランキング読みましょうかな。おはよう、あれは結構前。そう、ギターらしき音。なんでダイス75個。ダイスって何？あーあーあああ、めっちゃ進めますじゃん。いや10個まとめてできるようになったから最高なんですよね。もっとやりやすくなった。それでは終わろうかな。マスミョンさん、チャータムさん、ありがとう。シンヤさん、ありがとう。途中から見たから水の話だけで終わったね。ほぼ水の話しかしてない今日水の話だけでした。ほぼエコーで毎日3個課金するか私してます。プププププ、あっちも買ってます。あの20面ダイス、プププププ。うん、ギターまたしようかな。課金には辛い。うん、そうよね。ダイス関係あるっけ？モノクマのガチャじゃないわ。弾丸論破のガチャ。ガッチャ。あれだよね。でも、まあ、水の系回したら、あの、時たま置いてあるけどさ、これガチャが一回できるやつ。水は軟水と硬水どっちが好きですか？わかんない。いろはすさんとかが好き。ちょっと癖があるやつはちょっと苦手。今日はテンション上げ上げですね。本当？おはよう。癖がある水ってどんな水よ。それ言っていいのかな。言っていいのかわかんないけど、ふんふんとかちょっとそう、うん、なんて言ったら、ビニール袋の味する気がちょっとして、私はちょっとあれでした。そう、ふんふんふんとかごめんなさい。弾丸ロンパ何が面白いの？でも面白いよ。何がってある？クリスタルガイザー大好き。家にいっぱいあった。7年前ぐらい。
それは違うよがいい。自分の顔のね角度がわからないんですよね。真ん中が、真ん中がどこなんだろうって思う。わからん。美容室行ってる時とかがまさにそれ。多分この前美容室行った時はこうなってたんですよ。私左にじゃない、ん、どっちだどっちだ、あーこうか、ちょっと左に傾いて、だから今まっすぐって思うところにしたら右が長いんです。めっちゃそう、今めっちゃ長いんですよ右の方が。結構わかるほど長くて、そう右が左より面積多い。そう見えるんじゃない、まあそれもそうだと思うけど、そう見えるところもあるじゃない。だって画面がもう左にありますもん私の。ほらここね、美容院も行きます。そうね、今日誕生日でレレレ、ナナさんお誕生日おめでとうございます。よっよいしょ、ナナさんおめでとう、イエーイ、おめでとうございます。レレ整えましょう。はい、整いました。おめでたいですね。本当にレレって書いてあった。そうですよ、書いてあったから言ったんです。え、小顔矯正したい。 STU のメンバーは全員持ってるセンスなのかな。私とミュウミュウぐらいじゃないんですか。ミュウミュウはしかも私のやつ見て、あのなんかそうゲットしたって言ってましたよ。ゲットしたっていうか、もうなんて言ったらいいかわからんけど、ものものマシン。だ違うんですよ、武器があれってやばくない。これ武器があれってやばいよね。男性美顔ローラー送ると帰ってくる。そうなの、送ったの誰かに。ゴング鳴らすハンマー、そうそうそう、裁判の時に使うこのボーンみたいなやつが、その私の好きなゲームで、次好きなコラボするやつの、もうそのそれが使ってるんですよ。アニメってだから、えこれな、これなのってなった。武器熱って、激熱ってなった。そうあれは熱すぎる。あはよくわからん。クイズハンター、いや焼き石より激アツ。マグママグマ、モノモノマシン最上位レアにするとロケットチャームがある。あのなんて言ったらいいんだっけ、処刑の時のやつでしょ、
とりあえず現在のスタジオのキャプテンさんに送りましたけど、もらってたら今頃お米粒だったのにな。明石家さんまさんのハンマあれ恐竜みたいな1話の宇宙旅行の旅あれめっちゃ怖いよね。あれめっちゃ怖い。ダメだダメだ、怖くて笑っちゃってるから私ダメだ、絶望の残党かもしれない。ミチの顔が他のアイドル並みにシュッとしたらどうするんや。通報かも。やはりリファは分かんないのか。リファいいな、悲しい。ありがとうございます、送ってくださっていいな。じゃあ使ってらっしゃるんですか今。今カッサが欲しいんですよね、買うか迷う。カッサっていいのかなって思って。みちは雪染さんが似合う、私キリギリさんがいい。キリギリさんと嫌いなものが全く一緒だったの、ゴーヤとパクチーだったんですよ。キリギリさん私のいつも言うやつと一緒ってなって運命を感じました。私も欲しいね。皆さんもさ、ここにさ、ここにボコってやつある？ここから急にシュッてなる？実質見てじゃん。そうなんですよ、パッツンだし。超高校級の探偵あるんか、この骨骨骨魚ですので。あ、魚なんですか。じゃあエラ結構使ってるんですね。ボコある、ほんと？骨骨骨骨ワルツ。でもやっぱりマッサージしてたらちっちゃくなるんだろうなって思うよね。だって足とかマッサージしたら結構変わるもん。だから顔もなるのかなって思う、思ってるだけだけど。顔のマッサージはね全くしませんので、やりますわ。パクチーはちょっとねびっくりした。姫カットみたいになったんですよね、伸ばしよるところが。なんか太く一気に伸ばしすぎて姫カットみたいになった。こっちはないんですよ。これと同じやつを作りたいというか同じにしたくて、左右でも伸ばしとる割にここが今のさっきのこっちと一緒なのかよくわかんないんですよね。ちょっと違うかもしれない、ほらここも伸ばそうって思ったのかな多分。難しいわよね。ではビガオローラ副キャプテンに同じかとある栄さん、栄麺グッズか送った。ありゃビガオローラ、私にビガオを与えようと思ってくださったんですね。
ありがてえ。すごくない？頭皮をマッサージすると髪の毛が多い。ええー、そうなんだ。それちゃいち。ローラーよりシュート、あはは。伸び伸びしてる。私もカッサがとても欲しくなった。ケンちゃんさん、午後2時28分に43歳になります。すごっ、そんなに分かっとん。けんちゃんさん、お誕生日おめでとうございます。よっよいしょ。けんちゃんさん、おめでとう。おめでとうございます。2時28分おめでとう。今日ってまだちょっと寒い？もしや。チャートムさん、スランプくんさん、ありがとう。ちょっと寒いんよね、今。日温度。配信中でも使えた。日差しが暖かい、うん、絶対歌詞にあるやつじゃ、それそれ。日差しが暖かい、何の歌詞にあるっけな。ちょっと寒いば、弱い、ちょっと冷たいわ。仕事始めてきます。いってらっしゃい、頑張れ。ひそも道は可愛いな。公園、大声で言いなよ。めっちゃ訂正するじゃん。眠気が来たかもしれない。イケメンかよ、グフ。ラクーアの時渡してたら今頃美人すぎる自慢のしてった。あはっ、ラクーアの時に私って顔がちっちゃくなってたらってことですよね、それ。ありゃりゃ、お仕事めちゃめちゃ頑張れる、ありがとう。頑張れー、そんなそんな、ありがとう、頑張れ。ラクーアってあれだよね、5倍じゃない、3倍したところ。
売絶対できるけどね、今だったら。あれは立ち位置移動が大変だったから、ここでやればできるんですよ多分。もう立ち位置移動ないもん、一人だったら。まあ笑顔が買い物したから。そうなの、ありがとう。めっちゃ読んじゃうな。倍速で踊ってたの楽は言ってきやがった。楽はねえ、お仕事頑張ってたの1月のやつ。うん、今日もアンテナ2度ね。二度寝言っとるけどさ、二度寝じゃないかもしれん。一度寝かもしれんし、三度寝かもしれんよ。雪止め塗ってないな。なるほど。結局寝るのね。確かに、いや寝ないよ、だって眠くないもん。眠くないですもん。寝る寝る帰ってる。そんな寝そうだと思います。ほら見て、そんな寝そうに見えます。朝一でスプラしたらどうなる。うん、めっちゃスプラの気分なの今だから。多分これ終わったらするよ。イベント13時ぐらいだから寝るっしょ。でもイベント始まってもさ、プレイすれば何かもらえるわけじゃないよね、あんまり。まあ結構今極限状態なんですけどね。一応タスクがあるみたい。あ、そうなんな。どんなタスクですかね。空軍じゃなきゃ。キリギリさん、なんで空軍使いなんですか。あくびじゃないよ。朝前髪直したら遅れました、ごめんなさい。モノモノマシンとか、モノモノマシンレベルアップするためのコインもらえる。あ、それは絶対やらなきゃいけないですね。でもモノモノモノクマが当たらなきゃ。モノクマが当たったらボンボンを私はあのパズルのピースで交換します。眠そうな位置久々に見た気がする。よき一日になりそう。それの真似。キリギリさんが好きなんやね。いい表情。どうしよう。さあ珍しく1時間を超える配信。結構最近、結構何度かある気がするけど、最近脳みそさん大好きです。私大好き。
その口漫画、分かってくれました。ドラえもんで出てきそうな口の真似してた。7時半からは珍しくね。そうかな。これのび太くんがジャイアントスネ夫にいじられて、いじられて、なんか周りには××が書いてあったり、なんか眼鏡がこんな感じになってる時の口、これさあ、わかるでしょ。結構、ああ確かにってなりません。スネ夫かと思った。スネ夫はこうじゃん。わけわからんボルギーニー、フフフフン。そう、秘密だよをもらいに行きたいってなる時の起点の口。そのモノマネトンネルズの細かすぎて伝わらないです。確かに。でもこうやってやらなきゃちょっと難しい。これスネ夫むず。おはよう。結局できすぎくんと結婚したよね。そう、唇毛やってみたらできなかった。道すごい。うそ、意外とよく伸びる。ツイッター載せるわけないじゃないですか。またやってる。唇が厚くて柔らかいからいけるんですね。そうなの。みんないけないんですか。多分こうやってやったらできるよ。こうこれで、特技に乗せていい。でも口、手使わんとできん。顔の変化は特技じゃないよ。ボコボコボコ。メモさんにするのは難しい。さすがに1にしかならん。今めっちゃ頑張って3にしたつもり。今ドラえもんの温かみもできそう。温かい目。確かに河本さん、タメはヌー。
え、めいさんになってた？かなりイケてた。やっぱり。だってすんごいサンって思いながらやりましたもん。やっぱ気持ちは大事なんよね。前髪長。リアクションに変わる。アイドルらしからぬでしたか？本当に3になってた？ヨダちゃんさん。そう、ヨダちゃんさんがやったら可愛いんですよね。ヨダッチョさんがやったら可愛いんですよ。酷なもんよね。タムキチがミチを見た勉強してる。タムキチも3の目できそう。にゃんこしたっぽい。懐かしい。3になりすぎて今村に好きだった。うまーい、うまーい。なんでうまいそんな。負けてない本当。しまった。それでは壇上を読もうかな。温かい目もう一回見たいです。温かい目。あまりできんな。難しいな。バグっときそうや。温かい目。キサラギマロンちゃんめっちゃダンスうまいから。これまで似てる。嘘。温かい目。僕ドラえもん。のび太くん。ダメじゃないか、のび太くん。マロン推しの道本当に考えさせられちゃう。嘘。ってこと？推しかぶりってこと？いや。キサラギマロンちゃんのグッズが欲しいんだけど。ないんだよね、オンラインショップ。悲しい。ダメじゃないか、のび太くん。どこでもドア。難しちょっと上手。ダメじゃないか、のび太くん。今めっちゃ似てた。 MK さんありがとう。面白い。それどこまでもドア、めっちゃ面白い。それすごいね。それ一発ギャグにできそう。
そういうのがあるんですか、もしや。それオリジナル？そりゃ才能があるな。それめっちゃ、それいいな。それ一発ギャグにさ、ちょ一発ギャグやってみてよって言われた時にそれできたら頭いいってなる。いいな、それそれそれ。すんごい、私が困った時にちょっと使わせてもらうかもしれない。欲しがってる、バレた。ちょっと困ったら使うかも。すごいすごい、めっちゃ頭いい。びっくりした。ジュニアさんが言ったよな。ジュニア？何のジュニアさんですか？千原ジュニアさん。人のギャグを欲しがる配信。ジュニアさんか。いや、言ってない言ってない、きっと言ってない、きっと言ってない、きっと言ってません。言ってないということを信じて私は活動をしていこうかなと。どこどこでもドア、ダメじゃないか、のび太くん。のこ、どこまでもドア、ネタで調べたら千原兄弟って出てきたけど。終わったー、終わりました。声優になりたかったの？声優になりたいって思ったことはないんですけど、素敵だなとは思う。でもアニメも好きですし、声だけで感情が表現できるのはすごいなって思います。いいな、ちょうどいい一発ギャグだったなって思ったのにな。茜のダイヤ神市でしょ。そうだよ、今日こそエンマ大王様の尺を返してもらうよ、返してもらうよ。結構自分の声なんですよね。でも今日こそエンマ大王様の尺を返してもらうよ。あかすぴクレシンとか本人役で出てほしい。あー、渡り廊下さん出てたよな。いいよね、いいよなって思った。私おしゃべりからあげあげたくんに出たい、本人役で。いや、本人役じゃなくてもいい。じゃあお弁当の中のさくらんぼでいい。いいんじゃない、アオベのマネのファン。やい、おじゃる丸、おじゃる丸様、おじゃる丸様、おじゃる。西岡すみこだよ。おじゃ、カジュマ、カジュマ、リンボー、リンボー、マロのプリンを取ってたもん。おじゃる丸様、
目が覚めた。なんでこれで。会場はおぶってたもん。おじゃる、ちゃんと自分で歩きなよ。誰誰。はなかっぱ、はなかっぱさんできない。瞬間シュート朝昼晩花咲きパッかん、かいかっ。聞いて驚け、見て笑え。お腹鳴った。今西野カナさんの気分。いや、おじゃる丸は上手くなるために結構、本当に結構見たの。見たからできるんです。あのアニメを。お腹鳴ったな。そうなのね。そうなのよ。ラジオを読もうかな。お腹空いちゃったから。一番自信あるのがおじゃる丸なのかどうか。そうだと思うかも。いきまーす。13位ヨネさん、12位キルスさん、11位ツーモさん、10位天然ガラスさん、9位のび太の今村殿にトゥシャさん、8位チャータムさん、7位ダダダダムドさん、6位ソウさん、5位大地さん、4位ポッポアルバーンさん、3位アモズさん、2位坪井ゆうすけさん、そして1位はルルルルルンジャンゆきさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はぬるぬるぬるん、アスカラバスアスパラガースさん、ありがとうございます。それでは今日も一日、お仕事、学校、勉強、部活、バイト、お腹鳴った、頑張っていきましょう。今日も一日ファイトラブ、せーの、エリエリ